こんばんは。姫。こんばんは、皆様。通知音が一緒だ。え、だって設定してないもん、私。初見です。違うでしょ。ちょっと遅刻したけど。ゆうさ、こんばんは。ね、あ、リコチル、あ、リコリ、今日、やばい。ね、ごめんなさい。今日、ちょっと失態をしちゃいまして。やめて。やめて、そのいじり。本当に、焦ったんだから。やばい、めっちゃ怖くなった。やめて。やだ。やめて。待って、めっちゃ怖くなったんだけど、どうしたの？どうしよう。ねえ、やめてよ。ねえ、ほんとにさ、今日さ、やばい。やばい。ちょっと落ち着こう。顔真っ赤よ。笑い事じゃないんですけど、全然。めっちゃ怖くなった、一瞬で。恥ずかしい。ねえ、やめて。すいません、本当に。工藤理子さんの、ファンの皆様、すいませんでした。今日一のね、本当にすいませんでした。本当にそういうつもりはなくってですね。いや、こんな笑い事じゃないんですよ。全然笑い事じゃなくって、ですね、今日、失態を犯してしまいまして、です、結構ね、工藤理子さんの配信元気出るから、見るんですよ。ねえ、やめて。見るんですけど、充電がなくなっちゃって、スマホの。刺さなきゃと思って、スマホを、充電刺そうとしたら、手が当たっちゃって、定型文の。そう、やらかしで、工藤理子さんの定型文押しちゃって、なんかめっちゃ、もう本当に焦って、なんかポチッと音がして、送信の音がして、え、待って、みたいな。え、押したみたいな。そしたら本当に押してんの。なんて送ったんですか、私。なんて送ってました、私。見てるのバレたというか、定型文を押しちゃって、定型文を押しちゃって、分かったで工藤っていうかさんだかな、定型文を押しちゃって、なんか、まあ、あれって音するじゃないですか、送ったらショールームって。で、なんか、そう、本当に焦っちゃって、私。やばいって待って、本当に焦って一人で。え、待って、やばい、待って、どうしようって言って、もうコメントで、すいません、当たりましたってコメントして、でも、工藤理子さんも優しいから、すごいね、めっちゃ笑って、あれしてくれてたんですけど、めっちゃ焦りました。びっくりした。ほんとに。呼び捨て森姫、ね、ほんとに。ほんとに、びっくり。いや、ほんとに、ごめんなさい、ほんとに。汗汗問題。汗汗。なんか、ほんとに、何が起こったのか、なんか、まあ、ずっと見てたんですよ。リコさんの配信を。で、ずっとリコさんの配信見てて、やばっ。充電なくなってきたと思って、よし刺そうと思って、なんか刺すのに、こう刺すのに、なんか手が当たっちゃって、定型文、見ながら刺してたんですよ。で、刺してたら、ブンって押しちゃって、なんか落として送った。え、待ってと思って。私なんか送ったと思って、見たら、定型文押してて、なんか、後輩のくせに、違う、でも後輩のくせになんか
多分あれね、そのなんとかさっき皆さんが送ってきてくれたなんかせやかて工藤とかなんかそんななんかそんなんですよね、そういう系の定型文にそう押しちゃって、あの定型文押しちゃってな、後輩のくせにめっちゃなんかそうやばーと思って、なんか姫のこれで迷ったんですよ。え、すいません当たりましたって送るべきなのか、あの送らないべきなのか、でも今の姫、あの時の姫のにはもうプンと落として、えみたいな、待って姫のなんか送った、え待って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 、やばい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 、待って待って、どうしよう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 ってなって、とりあえずあのすいません当たりましたって送らなきゃと思って、なんかめっちゃね、舐めたやつみたいじゃん、舐めた生意気な後輩みたいじゃないですか、いきなり何送ったのか、何を送ったのか分かんないですけど、私も多分定型文押しちゃってすまんなく、いやいや送れないです、絶対もう本当に焦っちゃって、本当にあのすいません誰か伝えておいてください、リコチさんに、あのすいませんでしたって、すまんない、いや言わないです、言わないです、さすがに言わないですけど、誰か言っておい、あの伝えておいてくださいいや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 、定型文なんとかの森生って作ったら全然めっちゃパクリになっちゃうからあれなんですけど、本当にすいませんでした。配信見てくれて喜んでたよ。本当ですか？よかった。本当によかった。いや、私も、あの、ちゃんと、あの、その時の見てて、リコチさんの、すごいね、笑ってくださってて、あ、よかったと思ったんですけど、なんか、本当に焦りました。もう本当に焦った。でもね、リコチさん優しいからきっとね、そうめっちゃ笑ってくれてたんと思うんですけど、分かったね森瀬ね、本当にね、ごめんなさいリコさん、リコめっちゃめっちゃ笑ってたね、すごい笑ってくださってたんだけどそう本当に動物の森瀬やだよ友明さん、こんばんは、こんばんは。あ、みちいでやっほー、来てくれてありがとう。森瀬助けて、何工藤、違う、ひめのが悪いです。ちゃんと、あのね、ちゃんとね、気をつけて、ちゃんと気をつけて充電をさせばよかったんですよ。なのに、なんかね、手が当たっちゃって、プチッと音がして、待って、私なんか送った気がするってなって。そう、ゆみりんさんならどんいや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 、でもいや、いこさん悪くでも、ね、逆に羨ましい、なんかあんな、なんか私もなんか欲しい定型文、そうこんなに焦って話してる姫な、いや本当にさ焦ったんだから、もう本当に過去 STU48 入って初めこんなに焦ったの初めてレベルで焦った、え本当に焦ったんだからもうびっくりした、だってね先輩の配信でしっかりあれだよ、タメ口でいきなり送ったんですよ、その瞬間見たかった、もう本当に焦った、やばかった、かわいい、ありがとうこのルームをみんなで作りましょう、作りたいね本当に。さやまっちゃさん、フォローしました。ありがとうございます。嬉しい。あかんでたけど、やめてください。そんなね、もうそんな先輩方の名前使わないでください。もう、森末でいいです、森末で。でも、なんとそんな、なんか、なんとかも、いやでも森末とか言ったら、ね、リコさんの、リコチさんの真似になっちゃうから、カノノンさん全員に送っちゃわないですよ。送らないですよ、私。そう。瞬間見てたで、ね、見てたの、本当に恥ずかしい、あ、ヒゲジーありがとう、来てくれて、ひめなちゃんのアバター出たから報告、本当に、すごい、おめでとうっていうか、やった、ひめなのアバター出た方おめでとうございます。
そう、 HKT のなっこみくさんは普通にさっしー、いやそういうなんか違うんですよ、関係性ができてから。私まだリコチさんと直接お話したことがなくってですね、こちらが一方的にあの配信を見てただけなので、それがいきなり本当に話したことないんですよ、話したことなくて。そう、リコチさんとまだ話したこと、お会いしたことはあるんですけど話したことなくって、それなのに配信は勝手に見させていただいてて、なのにいきなりなんかね、あのね、いきなりなんか妙、なんかね、あんな定型文送ったらやばいやばいやばいってなっちゃって、でもリコチさんは優しくね、すごい笑ってくださってたんですけど、本当にすいませんでした、リコチファンの皆様。あ、大工さんこんばんは、来てくれてありがとう。チンダル現象を覚えたものでね。あの話もずっと聞いてた、ずっと。誰も怖くない森末、いやいやいや怖かったよ本当に、焦った。え、ちゃんと言うべき、言ってよかったと思って。あなたの配信物をきっと誰かが YouTube に知らずにアップされていくだろう。私のさ、配信ってなんかアップされ、あ、なんか YouTube 載ってるよね、いつも。あれ、誰が録画してくれてるんですか？ひよなちゃん、まだテロップがない。ごめんな、工藤に。しないですよ。しないです。え、そんななんか。ごめんなさい、本当に。リコチさんに誰かお伝えください。でも私、もうもし直接会える機会があれば、ちゃんと謝りたいなって思ってるんですけど、すまんねー。ライカさんこんばんは。本当に。そう。上から無理せ。それをネタに、ねえ、リコーチさんとね、お話、また、あの、ちゃんとね、あの、お話ができたらなって思います。とりあえず謝りたい。とりあえず謝りたい。本当に、申し訳なさすぎて。そうです。リコチさんの配信結構好きなんですよね。めっちゃ元気出るんですよね。本当に好きで。今日は誰も来てないの？今日は誰もお家にかな？今日は誰も来てないです。なんか、ずっとさ、リエチとかと、なんかずっとリエチと一緒にいたから、なんか今日一日会わなくて、リエチと。なんかめっちゃ不思議な感じ。新鮮な感じ。なんか、本当に毎日会ってたからさ、リエチと。テトリスファイブさんこんばんは。今日も美しいです。ありがとう。こんばんは。さすがですね。やだ。やめて。これでリコチ来たら面白いの。いやいやいや、本当に。逆に焦ります。逆に焦ります。初見で申し訳ない。初見じゃないや。エースの軽く。やめて。やめて。私謝らない森先生。謝ってるからすごいよ。もう本当にね。焦ったんだから。なんかあったんすか？なんかあったんですよ。失態を犯しちゃって私。姫ち。そういえば今日静かじゃ、いつもね、うるさすぎるだけです。え、そんなに静か？確かに静かかも。今日はね、本当に一日ゆっくりしておりました。てかさ、今日私さ、今体内時計が7時なんですよ、私の。だから7時には絶対目覚めるんですけど、二度寝をしちゃって、その二度寝で起きた時間が3時だったんですよ。びっくりして、え、やばと思って。本当に一日もったいなと思って。リコちゃん面白い人だから深く考えること。いや、そうなんですよ。そう、でもちゃんとね、はい、配信してる時に謝ったんですけど、また直接ちゃんと謝りたいなと。今週もヒンタン好きな1週間になるんでしょうか？今週もヒンタン好きな1週間が始まりますよ。3期生の主という噂は本当か？違うから。ねえ、違うからね。違う。やめて。私は謝らない。森ちゃん。だから、私は焦らないか。謝らない。焦ってるか。焦ったから。ちゃんと焦ったから、私。3期生の最年長じゃけんな。3期生の最年長じゃけんな。確かに。若すぎ。え、でもね、あれでしょ？ 3 期って意外と高いんでしょ？年齢層。
全体的に平均なんだろう、なんかもうちょっと年下を予想してたみんな。私がエースの森下って定型文ね、やだよ絶対しないから。私ねこう見えて謙虚なんですよ姫菜ちゃんのねえやぐーたらよ、ほんとにそうなの。ゆまさんこんばんは。そう、すまんなくなった。ねえねえ、そんなね、もう言えないから僕は姫菜ちゃん推しです。僕は姫菜ちゃん推しです。大輔知ってるよ。即戦力違うねほんとに焦った。マジかマジか、なんだろう。ピョ、ひーちゃんが僕はこの海を眺めている、ピョ先輩人間関係と呼んでいると歌っていた、歌ってた。どういうこと、どういうことだメイルくん。ひーちゃんが僕のはこの海を眺めている、ピョ先生は STU をぶっ壊す森末ね、ぶっ壊してないからぶっ壊してないから、ぶっ壊してないよ。博多みたいに小学生はいると思ってた。あー、3期生に。え、今回のオーディションって小学生いたんですか？全体的な最終候補生いたのかな ?3。小学生はいなかった、さすがに。ミュータンが、ミューポンってなれなくて、ミューちゃん、ミュータンが最年少？エースこんばんはね、嫌だから。僕は森末姫の推しでしたっけ。そうですよ、そうですよ、イングリッシュマンさんはそうですよ。ひーちゃんが僕はこの海を眺めている歌ってた。あ、そうなの。ひーちゃん、ひーちゃん歌ってんの今。今日の雰囲気すごく好きです、ありがとう何もあれですが。ジャッキーさんこんばんは。新しい風を吹かしましょう。いや吹かしてましょう、あのいい意味でね、いい意味でね。そう、ミニレオさんこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。そう、公式に推し認定されました、推し認定乃木くんさん、ディズニーのキャラクターは何が好き。ディズニーのキャラクターは何が好き。え、あれだよ、トンスケとマリーちゃん。トンスケって後でみんな調べてください。ウサギなんですけど、トンスケとマリーちゃんが好き。自分は姫菜ちゃん推しではないかも。しっかり書いてんじゃんプロフィールに。そう、テロップないの。テロップどうしよう、テロップ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 なんて書こうそういえばショールームチャレンジ、わかった、ショールームチャレンジ、ショールームチャレンジ、ショールームチャレンジとは。え、なんか今イベントしてるよね。そう、もうリコ、いや、タメ口だ、違うから、タメ口じゃないです、タメ口じゃないですよ、全然違う、全然違う、全然違う、全然タメ口じゃないですそう、ヒータンはぜひ3期生の元締め的な、元締め的な存在ってなんだろう。元締め的、元締め的とはなんだろう。テロップミス姫だで、ミス姫だでねえ、本当に ワクワク岡山ならぬワクワク姫な、ワクワク姫な。元締め、元締めってなんだ。あら、星田想像に、まとめ役かな。あ、まとめ役ね。でもね、私より全然ね、リーダーにふさわしい子は結構いるんですよね。リーダー、リーダー、リーダータイプじゃないんですよね私多分。そう、待ってよ。昨日言ってたアバター弾けるカプセル。あ、あ、あ、わかったわかったわかった。ツイート見たよ。わかった。
分かってますよ。七夜の姫の森末です。もうねテロップね、南光さん文字化けしちゃってる。やらかしました、あ、やらかしましたにしよっか。やらかしました。やらかしましたってなんかあれだね、初見さんびっくりしない？木を見て森星を見ず、どういうこと？平田おじな。あー、アバター変わってる。南光さんその星なのちゃんと受け取った。まだできてないんですよね、まだできてなくって。そう、南光さんこれなら可愛い、これなら可愛い。コタ、今回は長谷川ちゃんのアバターだったので披露できません。そうだね、姫な、ね、難しいよね、出てこないよね、そんな簡単に推しメンっていうものは。何を、なんだろう、文字化けしちゃってる。なんかさ、文字化けってなんでこんなするんだろうね。ひろゆきさんこんばんは。なんて書いてる、これは可憐な姫な、可憐な姫な、可憐な姫なとはなんだろう。高根の森末、高根の森末やばい、高根じゃないけど全然、高根のような存在になれたらいいよね。高根の存在になりたい。木を見て森を見、あ、森を見ず、小さいことに心は全体を見落とす改変。あ、そういうことね。なんかそんな、私そういうね、そういうあの難しい言葉あんま知らないんだよね。アバターできたよ、リーチ出た。え、リーチ出たの、すごい、いいな。トトミツさん、昨日リーチとヒータのコンビ名は藤森ではなくリエと姫、リエ姫はどうかという話が、リエ姫がまあ普通だよね。リエ姫にしますか。一日一回もなく早めに受け取った方がいいよ。分かった。やる。やるね。ありがとう、メルカ。エビちゃんさん、こんばんは。ゆりさん、こんばんは。アバター出たので来てみました。あ、私のアバター出たの？ありがとうございます。出るか、いるんだね。私のアバターも、でも出るんだね。ありがとうございます、エビちゃんさん。さやかりん推しさんですが、ありがとうございます。来てくださり。言いたいこと、ね、文字化けしちゃってるね。今回はリアちゃん、あ、リアちゃんが出たんだ。いいじゃん、いいじゃん。じゃ、高森で。高森とは高森とはですよ。なんか確かに静かだね、私の配信今日。昨日がうるさすぎただけだよね、でも。きっと。メリカ、アバター3期生誰も出ない。その1期生、ほぼ1期生か。3期。でも3期のアバターがあるだけありがたいよね。すみません、なんかね、私のアイドルになったんだなって感じアイドルになったんだなって感じがします。私のアバターがあれば。うん、昨日はうるさかったね。昨日うるさすぎたよね。でもなんかさ、本当に静かに感じる。いつもこの時間とかさ、普通にリエチと練習してたりしてたからさ、ヒムノの家来て。だから一人になるっていう時間があんまりなかったんですよ。だから、久しぶりにこんなシーンとしてる。しかもテレビないからさ、余計。仕方ない。やらかし。夜だからね、本当にやらかしちゃった。本当にすいません。アバター出ない、出ない、出ないよね。でも出ない、なんか推しメンこそ出なくない？そんなもん、なんか私も誰だ、一回ね、あれ、斉藤渚さんのアバターが欲しくって、あれ多分やってたんですけど全然出なくって、姫
ユナのオリジナルアバターを作成するとどんなのになるんだろうね。原田さやかされたんですね。そういえば聞いてや、録画壊れたのに編集もだけはできたよ。びっくり。録画壊れたのにできたの？どうやってできたの？動画は？今日しんみりしてるね。しんみりしてるでしょ？ひろさん、こんばんは。こんばんは。たまにはゆっくりしたくないの。私はね、動いてる方がいいので。そう、だからこそ今日余計びっくりしたんですよ。起きたら、二度寝して起きたら15時って書いてて、え？と思って。嘘？と思って。夢かなって思ったけど、夢じゃなかった。なんかやらかした、やらかした、そうだよね。初めて来たから。そう、リコチさんの定型文を押しちゃって、焦ってたんですよ。ズミさん、こんばんは。リロッチ、こんばんは。やらかしたと、そうだ、ね、リコチさんの配信を見に行ってて、定型文を押しちゃったんですよ。当たっちゃったのかな、定型文当たっちゃって、普通になんか呼び捨てしちゃいました。アウトドア派の人間か、アウトドア派の人間、常に動いときたい派の、動きたいし、常に動いときたいから、ゆっくり寝れれば大丈夫。私は寝れれば大丈夫なんですよね。そう、今日はユミニンさん、いいな、ユミニンさんだったんだ、いいじゃん、南光さん。動画をそのままやってうまくて起動しない、あ、そういうことか。疲れないの、メール君は。毎日毎日そんな編集ばっかりして何も変わらない。私のお給料も出ないのに。新しく来る人みんな何したのか聞いてくるのくさ。いや、そうなりますよね。やらかしましたってそうだよね。なんかあれみたい、あれ何なんていうのかな、こういうの人呼んでるみたいな。ヒータンかわいい。センキュー、ゴキゼリーさん。動いてないと、ヒータンの前世は回遊魚。回遊魚、回遊魚なのかな、私。前世。ほんとにね。動いとかないとやばいんですよ、ヒメナ。マグロみたいに止まったら死ぬ。予定がないと死ぬんですよね。なんか家でじっとできない。なんか私、大学生の頃とかネイルしてたんですけど、もうバチバチに。私のネイルって結構キラキラ系のネイルをしてて、結構時間がかかってたんですよ。で、2時間椅子に座ったままっていうのが、もうきつくてきつくて、すごく動きたかった。キャパシティ、意味深なテロップだよね。そうだよね。意味深なテロップだよね。ごへん、なんてかでもしたのかと。ポムさん、こんばんは。ヒーター、今日もかわいいね。ありがとう、ニューシさん。トトミチさん、アバター当たったよ。いちごちゃんだけど、あ、いちごちゃんが出たのだ。おめでとう。メイル君さんには出世払いかな。出世払い、やばい。出世払いかな。変な、暇な時間って、そう、暇な時間って辛いの。何もしない時間って本当に辛くって、何もしない時間って寝る時以外何もあれだよね。なくない？小平さん、前世はマグロかもしれん。そうなのかな。昨日も今日変な使命感を感じてしまう。考えが尺。ね、変な使命感感じなくていいから。大学生の頃ってことは、大学生の、今あれじゃん。アイドル。職業何かって聞かれたら、アイドルじゃん。そう。そのアイドルになる前は、職業何かって言われたら大学生。だから大学生の頃みたいな。そう、たーくん参上、あ、たーくん参上、待ってたよ、たーくん。事務仕事できないね、事務仕事。あ、そうなのかな、私、事務仕事できないのかな。あ、そうそうそう、餌を巻いてる感じ、そう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 って思わない。やらかしましたって言ったら、だって来るくない？ね、来ちゃうくない？何この子、やらかしたんだって思うじゃん。朝のルーティーンってなんかある？朝のルーティーン、カーテンを開ける。パッて開けるカーテンを。で、
その天気を見て姫奈の一日の気分が決まります。曇りだったら曇りのような気分になるし、晴れてたらお洗濯回そうみたいな感じになる。メル君尺、あ尺ね、そういうことね。平田おじさんさん、将来美人になる予感しかない、リアちゃん出た、うおめでとう。なるよね絶対、リアちゃんは美人顔だもん今でも。パッションさん、あアバターゲットおめでとう。姫野のアバター、あ危ない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 、姫野のアバターが出ましたね、おめでとう。パッションさんおめでとうなのかわかんないけど、森下ゆなる動いてないとラジオ不買なるほどね。そう、まいちゃんさんはウェザーニュースライブモーニング、あ、そう、私ね、テレビないんだよね。テレビないから。そうなんだよね。でもね、テレビ見なきゃだよね。ニュースね、全然わかんないもん。最近のニュース。そのスマホも今もうずっとさ、ダンス、レッスン動画を見てるか、エゴサしてるかぐらいだから、ニュースを見てなさすぎて、最近はどんなあれなの？日本なの？低気圧で頭痛したら、あ、低気圧、そういう頭痛とかはないんだけど、私。低気圧で頭痛とかは。ただ、なんか、私の、天気と私の心って、一心同体っていうの？天気が曇りだったら、気温なんか下がるし、天気が晴れだったら、上がるし、みたいな。リコチさんのこと3期生がいきね、え、でしょ、だから本当にそういうことです、そういうことです。本当にやらかしちゃいました、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。なんだろう、にゃんちさんいっぱい文字化けしちゃってる。昨日アンピーさんが後輩たちと星占い見に行ったと言ってました。星占い見に行ったと言ってました。行かなかったの？行かなかった。なんだ星占いっていうのは。マスカさんこんばんは。にゃっちお風呂から上がってきた、やった、大満、おかえり。YouTube でもウェザーニュース、あ、そうなんだ、ちら。とりあえず給料は姫奈ちゃんが3期センターでお願いします。熱い、なんか優しいじゃん。たまにメールくん急に優しい言葉言ってくるからね。リアちゃん、ま、確かまだ16歳、え、14歳とかじゃなかったっけ。リアちゃん授業参観いけるよ私お保護者代表として。川沙織さん、それなリアちゃんね、綺麗なお顔してるよ。なんだろう、たーくん星になっちゃってる、やらかしましたとはかな。先輩のことを言ね、あれで、間違って定型文をしちゃって、普通に呼び捨てで呼んじゃいました。まあ今ホットなリコチに変えるんですがあ、リコさんのアバターだ。メープルさんこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。たたみちさん、なんかいいエゴさあった？うん、みんな、あ、そう、私ね、トヨタんだっけ、いつもご飯乗せてくれてて、いいなーって思いながら。明日からカップラーメン生活とか書いてた。テレビは推しの番組だけ見ればいい。それはね、確かに。それはもちろん。晴れると気分も晴れたり、そういうこと、そうなの。晴れると気分も晴れるの。私の空と、心は一心同体なんですよ。何をしでかした、そういうことですよ。たーくん、私は先輩のことを呼び捨てで呼んじゃって本当に焦った。私いいね、東京のさんさんこんばんは。え、台風とか来てたらどうなるん？え、もう暴走、私の心もわーって。もう毎日配信でね、2週間経ったんだ、早い。平田おじさんさん、台風だったら桜みたいな騒がしい感じになる。そう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 。でも昨日台風じゃなかったね、別に。タントントヌキさん、はじめまして。はじめまして。今日ははじめましてね。わらわら、わらわら。ST アバターで姫の出る確率49分の1低すぎ。え、そうだよね。長い戦いになりそうだ。かっくんワイプさん、覗いてみたらいきなり給料の話飲みすぎろって思ってしまった。ね給料の話したっけ？あ、給料はって、その私の給料は秘密ですよ。俊介、お久しぶりだね、俊介。何してたの？島田太郎さんこんばんは。そんなに若いのか。そうだよ、多分リアちゃん14歳かな、わかんない、15歳かもしんない。でもみゆちゃん、あ、みゆちゃんが14だ、みゆちゃんが14なのか今年で、リアちゃんが15。いいよね、まだ14、15なんて私走り回ってた時代だよ。
もう本当に若いお母さん羨ましいです。でもいけるくない？私ミュータンの授業参加来ていける気がするんだけど、母親ですって言って、アンピさん星野が好き、常に彼女に星野と言うようにしてください。え、わかりました。アンナさんと仲良くなりたい。また日村ちゃんと中に傷があるのでヒヤヒヤしました。なんで？カオスさんこんばんは。こんばんは。長崎県民さんこんばんは。どうしたの？そうだよね、あのね、ちょっと先輩のことを呼び捨てで呼んじゃいました。間違えて。間違いですよ皆さん、間違いなんで。私はそういう、そんな後輩じゃ、そんな生意気な後輩じゃないです。本当にそんな後輩じゃないです。私はちゃんと敬語使える人間ですが、本当にごめんなさい。工藤理子さん、そして工藤理子さんのファンの皆様。この間の、え、ね、同じ、そう、起きちゃう。私、やばいよね。本当に気をつけなきゃ。空と心もつながって、そう、つながってる私。天気の子。渡る、こんばんは。あ、渡る、こんばんは。研究者のいくらし、どうだろうね。昇格ってさ、1年後、早くて1年だよね。昇格って早くて1年？どうなんだろう。ちかさんこんばんは。真っ黒な頃ですね。そうそう、真っ黒な頃だよ。リアちゃんとミュータンの年の頃って今の真っ黒な頃だよ、まだまだ。そう、私ね、今日ね、さっき自分の配信見てたの。昔のね。さとしさんこんばんは。大丈夫、 SKN14 歳すぐ。14歳なの？いいな、若い。バブさんこんばんは。大物？工藤理子さんもそう、呼び捨てじゃない、あのね、定型文をしちゃったんですよ。2期生なんて嫌だよ、そんなこと。え、ね、違うから。姫野ちゃんだとセーフな感じするの、なんでなの？セーフじゃないでしょ。絶対違う。2期生は2年近くかったの。おー、そうだよね。早くて1年だよね。でもそうだよね、早くて1年だよね、確かに。てててててあと何回このあのユニも、あ、2.5 期生さんね。ねえ、そうだよね。ニキオーディションの配信あるよ、ここにあるんだ、実は。やばい、超ブッサイク。昔の配信っていうのはだから3年前、私が高校生の頃、昔のって2期生時代の。そうだよ、じゃ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 ん。声だけ聞いてみる。1年半、あーでもそうだね、1年は早いか。 HKT とか昇格まで、そうなんだ、そうだよね。でも 一人前ってことだもん。まあ、一人前っていうかね。あ、まさやさんこんばんは。レッスンでいっぱい汗かいてますか？かいてます。2.5 期生も研究生1年経つもんね。確かに。もしかして元ヤンですか？私、え、読んだか、この質問。私元ヤンじゃないですよ。それよく見た映像だね。な、まだ乗ってるよね、多分。多分ね。運営さん、3期生の正月は昇格コンサート希望します。でも私たちはまだ始まったばっかりですよ、3期生。2期生受けてたのは印象に、なんだろう。私実はね、2期生いたんですよね。まあ下の方だったので全然あれですが。タイミングが良ければ昇格早いんだかな。ああ、そうだよね。でもいいね、声お願いします。声だけ聞いてみる。ちょっと待ってね。3期生のダンス番長はノアミョンじゃない？多分。みんな、え、でも上手いけどね、みんな。待ってよ。そう、キコリさんこんばんは。ジオさんこんばんは。なんかどっか行っちゃった、動画が。なんか懐かしいって思いながら
そう、ナンミョンダンスうまいよ。声聞こえるかな。ヒータンも体育が一番好きです。勉強苦手なんです、ヒータン。実は今日はね、現代文と日本史とね、コミュニケーション英語をしてきたんです。ちょっとね、現代文とコミュニケーション英語はちょっと聞かないやばくない。日本史は頑張りやばくない。なんかさ、声やばくない。どんなるさん、こんばんは、来てくれてありがとう。声だと変わらん。嘘、同じ声なの。声がさ、あ、そう、え、いや、5トーンぐらい高め。やばいでしょこれ。若いでしょ。そうなの。可愛いって言ってくれて、ヒントです。昨日の配信の時じゃないよ。声がかわ若いワルキー。今日ワルキーでも歌おうかな。時ね、準備してた。あ、今日ね、私ね、朝ね、YouTube で見てるんだ。あ、今日ね、私ね、朝ね、準備してる時ね、あのね、懐かしくない、お菓子を作ってる YouTube を見てきました。動画を見てきました。だって美味しそうだった。めっちゃ美味しそう。みんな何見るんですか YouTube。 アイドルさんも見るんだけどね、今日の朝はね、お菓子を作ってる動画を見てきました。かわいい。なんかさ、やばくない、お菓子見てる動画なんだよ。確かに見てたんだけど、かわいくない。私、お菓子を作る動画なんか見てたんだよ。懐かしすぎて。2期生の時はね、確かに赤抜けて、体育一番好きだったとかって。今と全然違う声が。内容可愛いよね。可愛すぎない、内容が。だってどう、お菓子の YouTube を見てたのね。お菓子を作ります、私ね、今日の朝お菓子を作りましたじゃなくて、お菓子を作ってる YouTube を見ましただって。作れよってね、見るんじゃなくて作れよって。 JK の黒ジャケ、アニメ声じゃないけどね、全然。ういういしいね、ういういしい。確かにアニボに、え、違う、アニボに近くないでしょ全然。私、あ、この頃はだから5トンぐらい高かったの。なんだろう、もう文字化けちゃってる。今の2期生だと前から知っている子はいるの？え、2期生さん全員知って、あ、友達とかそんなんじゃなくって、2期生さん全員知ってるし、その、今活動されてる先輩方で、お写真、オーディションの時に、お写真撮ってくださった先輩とかもいます。もう過保ですよね、そんなの。あの頃、そう、10時までしか配信できなかったんだよ。親方さん、こんばんは。ぜひ、あずみのるき聞いてほしい。あずみのおはことインパクトだけ聞いたほうが、聞いてみます。あずみさんの。ワルキーね。懐かしいと思って。なんか、今と全然違うんですよ。声とか、顔とかも、すべて。だから、変わりましたねっていう、姫野も。ちゃんと垢抜けてんじゃんと思って。でもさ、私まだまだ垢抜けれてない気がするんですよね。ネタの、本当にネタいっぱいあるんだよね私。ネタの、なんだろう、倉庫って呼ぶのそれ、どこにあるかな。マジで強烈よ。強烈ってどうなの？可愛いじゃなくて、可愛すぎて強烈ってこと？2期生の最終審査の録画、あるよ。あるよ。あるんだけど、
懐かしい。が私は実質2回あの STU48 のあのあれで会いたかったを歌ってるんですよメンバーになってからお披露目で1回とオーディション最終審査のオーディションで甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの悪気キャピキャピね、すごいよね若い、会いたかったプロ、本当にいや、そんなあの、あれですよ、めっちゃ踊ってるわけじゃないけどまさかね、お披露目で会いたかった歌とは思わなかったからええー、私また踊れるんだと思って会いたかった懐かしいな、うん、もっとあるんですよね、私のあの頃のオーディションの動画がただ見当たらなくってどこにあるんだろうそう甘いため息ひとつじりと見ておねだりするの悪気筋肉を触らせてよ美咲ちゃん、美咲さんこんばんはこんばんは来てくれてありがとうございますどれ女の子には興味津々そういえば2期の時オーディション中に口もふえ現2期メンバーにすんのらたって言ってなかったん？それは姫なのか靴ほえほどけたっけえ姫のそんな話したっけえ結んでもらったっけそれはメイル君他の女の子じゃないですかそれは姫のじゃない女の子じゃないですか懐かしいな早く手を買えばお話ししねえ本当に会いたい早く会いに来てまあね忙しいですもんね皆様も道井で姫のちゃんまた来たよリオリオンの配信と一緒にあありがとう帰ってきてくれておかえり新月さんこんばんはこんばんはあらまあらまあらま毎日アイドル2週間いや3期の時姫のちゃん以外言ってなかったえ姫のそんなこと言ったっけ靴ひも結んでもらったってえ誰え靴ひもなんで結ばなかったんだろう自分でえそんな話だっけ KK16 さんこんばんはひめらちゃんザ・コインロッカーズ知ってる知ってますよ知ってますもちろんリンゴの海賊さんこんばんはこんばんはえ福山行きますんで福山行きますんでよろしく来てくれて来てくれてありがとうじゃないけど待ってるね川田徹さんでもアンナさんと同じ例になったらやばくない姫野がアンナさんと同じ例になったらやばいんじゃないの川佐徹さん。あれ記憶違い靴ではない。なんだろう靴ではない。靴ではないとはなんだ何ヒータン。あ、リエッチ来てんじゃん。見てると思ったよ、私は。何してるのリエッチ。配信してないのヒータン何たのな、文字化けしちゃってるよ、リエッチ。福山行きたい福山ね待ってるよ南光さんねリエチーリエチーいろいろバレとるやんいろいろバレてるそうそう小色川さんちゃんの面識あるからひまなちゃんのこと伝えといたよそうなのありがとうリエチアバターいちごちゃんだほんとだまあやったのかなリエチはアバターのガチャをもうリエッチ配信できない時間なのあ、ほんとだ配信できない時間だリエッチあ、終わったのか配信今日もうやらかしたやらかしてんのまた話すね今も今話した方がいい先輩を先輩のルームに入って先輩のルーム見てて呼び捨てで呼んじゃったどうしようリエッチ
トトミツさん、リーチ枕なら福山ならふるさとから行くよ。リンゴの海賊さん待ってますからね。リーチこんばんは。一文字ずつ入れてるのなんか強いね。なんか面白い動画ないかなとか思いながら見てたんですけど、甘いため息ひとつちらりと見て、今日リエッチ放送してきたっけ。だってしてないの。スーさんこんばんは。ねえやめてください、浦部さん。本当に私は本当に悪気があったわけではないんです。先輩があの工藤理子さんです。本当に誰かとお伝えください、工藤理子さんにごめんなさいあの時はって。そう、私も本当に悪気なかったんですよ。ハンナちゃんめっちゃ認知されてるの、内心フラちゃんの配信見に行こうって話してたよ。本当に本当に道秀なんか嬉しい、ありがとう私を教えてくれて。ワルキーワルキーワルキー久しぶりに歌おうかなって思ったけど、どうしよう。リエチ姫奈ちゃんのワルキーフルで聞きたいよねって言ってる。そんなのね、リエチだけじゃなく、でもねワルキーワルキーでも全然歌ってないんですよね私。歌えるかな。川里郎さん定型文間違えておっしゃる時の、そうそうなの、気まずさというより私は焦りを感じました。川里郎さん、あ読んだのかこれ。蘭子さん、リエチ姫奈ちゃんの17歳の声聞いた。だってあそうだ、リエチと同い年の頃の姫奈だよ。あれ聞いてたのかな。えもっとね面白いね姫の動画があるはずなんですよ、あのオーディション時代のね。やたらない、吉田さんこんばんは。ワルキーいいね、ワルキーワルキー歌っちゃう。うんー今見たから聞いてない。だってと聞かしてあげようじゃないか。でもね見当たらないの、どっか行っちゃった。すべての写真じゃなくて、オーディション行っても2ヶ月前なんか最近よ。わら最近、最近か。でもオーディション、え私たちオーディション、オーディション終わって2ヶ月も経つの。2ヶ月しかか。ひめきねやだひめきって、ワルキーってなんかワルキーひめきって似合わないよね。ワルキーか、夏いね、夏いよね。そうひめきいいね、言わないからね私は。ワルキーで言うからね。四角いこうさんこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。私のねオーディション中時代の写真、あった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 。これじゃない。体育一番好きだった、ヒータンも体育が一番好きです。勉強苦手なんですヒータン実は。今日はね現代文と日本史とねコミュニケーション英語をしてきたんです。ちょっとね現代文とコミュニケーション英語はちょっと聞かないでください。声が高いですね。悪姫じゃあダメ、悪姫悪姫ナナキー、ナナキーはなんかな、ナナキーならまだ、ナナキー筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々。一人称ヒータンなのかわいい、今姫奈だよね。確かにヒータンって言ってた、この時ヒータンもーとか言ってた、やばい。ヒータンもーとか言ってたわ。
よく気づいたね、萌えぴー。ヒータンのって言ってた、確かに。ささみささん、こんばんは。バルキー、バルキー、やばい。ヒータンキー。ヒメティー、ナナキー、いよいよ、あ、そうだ、明日登録発表ですよね、皆様。願掛け。願掛けで私なんかしよっかな。願掛けとして私なんかしよっかなって思ったけど、何がいいだろう。利益。今日も可愛い、ありがとう、ささみささん。ヒータンもーで配信してみる。ヒータンもー。ヒータン、これからカラオケしよっかな。ヒータン、うん、言えるっちゃ言えるけどね。願掛けで歩き？みんなの当選祈願を、みんなの当選祈願の願掛けが悪気？ヒータンね、なんか、この頃は、もし、あのね、受かってたら、ぶりっ子で行こうって思ってたんですよ。ぶりっ子キャラで、ぶりっ子キャラな、ぶりっ子のアイドルになるぞって思ってて、だから、ヒータンの、とか言ってた。ヒータンのね、とか、あった。高校2年生の17歳森末姫なって言います。読めるかな。姫なって言うんです。ヒータンって呼んでください。ドッジボールが好きなんです。私ドッジボールが好きで、中学校の頃はバレー部でした。中学校、小学校もねドッジボールしててね、全国大会行ったんです。カリンさん。めっちゃ名前が出ちゃった。もう一品、たまにはヒータンって言ってね。オッケー。ナータンの影響かな。ねえ、どうなんだろう。あの伝説のリネちゃんの真似しましょうよ。かわいいかわいい。ナータンの影響。そう。ヒータンはナータンの影響かな。返して。ありがとうございます。岡山県の高校2年生17歳の森末姫奈です。姫奈、ていうかな、姫奈って読みます。小学生の頃ドッジボールめっちゃドッジボールアピールしてるな。ネタがなかったんだよね、ドッジボールしか。この時なんか歌ってる。ありえないよね、こんなにか。なんかやばい。なんかやばいのがいっぱい出てきそう。猫かぶってました。めっちゃ猫かぶってたよ、この時。全然素を出しきれてないというか。ひめなちゃん中学生かな。喋り方やばいでしょ、普通に。ピザを買いに行きました。ピザを買いに。めっちゃ喋り方バブくて燃える。ヒータンの声好きすぎる。明日当たれ、頼む、当たれ。本当になんかね、私泣いてる動画とかあるけど聞く。泣いてる動画とかあるけど見る。元気な歌声、確かにね。ちゃんとレシーブするからスパイク打ってくれ。私スパイカーだった。高校生だけど中学生感ある。本当にちょっと現実見せられたっていうかね。中間発表の時です、これ多分。応援してくれてる方たちがいるのにね、弱いなって思っちゃって。赤ちゃんは泣いてるよ、本当に。赤ちゃんだね、可愛いだって思えて。うん、連れていく。引っ張っていく。あの頃のヒータンどこ行ったんや。そう、あの頃ね、聞く、そして切り抜く。う、あなたもう二十歳やんな。二十歳ですよ。二十歳やんな。あれ、大阪の方ですか。ポイプロさんフォローしました、ありがとう。こんばんは。懐かしいね。これ何歌ってんだろう。るでこれ最後じゃない、配信。そう、大丈夫、泣かないでね、みんな。泣かないから。まだ冷たい風の中で桜のつぼみを見つけた時。こんばんは、渡辺さん。指原さんの曲だね。そう、
無理性ヒストリーね、懐かしい。何言ってんだ私これ。連れていくねみんなを。連れていくねみんなを、だってみんな聞いて聞いて引っ張っていく。連れていくねみんなを。決定室だよね。ねえ違う、エースじゃないからこんな時もあったのか、考え深いねえ。懐かしい、懐かしいなーって思いながら見てました。可愛くはないけど全然。そう、泣いてるの。あ、見えないか、一瞬だけちらっ。あ、やばいやばい本当にブサイクなの、やめとけ、やめとこ。減っちゃう減っちゃうファンが。誘拐宣言、こら、あ、違う違う、誘拐、そう、誘拐宣言してた。懐かしい。君が幸せになればいいって分かって。くまちゃんさん、こんばんは、こんばんは。るのになぜかじわじわにじむ。なんだろう、文字化けしちゃってる。なんですか、JK ヒータン、かわいい、JK ヒータン、JK でした。アバターガチャいつ投げようかしら、いつ投げようかしら、いつ投げるの、どこに連れて行かれる。え、私も何を、何に連れて行く、どこに連れて行く、あれを話をしてたのか全然忘れちゃった。この時の皆さんを、なんだろう、なんかに連れて行くみたいな話をしたんでしょうね、多分。それでカラオケするの、するのかな、する。黒姫菜ちゃん、そうだよ、黒い時の姫菜だよ。さあ、いっぱい、私のこの iPad には懐かしいあるんですよ、動画が。来世で約束する、美少女になってスティーブンオーディション受けます、一緒になろうね、オーディね。路地裏、路地裏連れて行く、やばい、怖い話。大きなステージ連れて行くってことだ。え、じゃない、多分。多分、そういう、そういうことにしましょう。今回合格していただき誠にありがとうございます。逆にね、今回も見つけていただきありがとうございます。私、ディズニーに連れて行くのかな、ディズニー連れて行く、行こう。猫バスキャラだったのかな、猫バスキャラ。カラオケやりましょう、やろうかな。ヒーターの配信、今日も寝る直前にヒーターの配信、ありがとうね、寝るのに。もう絶対眠いでしょ、ありがとう。そういえばペンライト探すためオーディション探してたけど、制服とかメイドとかが懐かしかったよ。懐かしいね、制服とかメイドやってたな。ね、体育館裏やばいなんかヤンキーじゃないから、私人生で体育館裏とか呼び出されたことないんだけど、甲子園か、連れて行く甲子園に、いいね。チケットは引いた持ちで、私がチケット買うの。でもね、3期生のオーディションの時の動画もまあまあ持ってるんですよね、いっぱい。眠にむにゃんこだけど頑張る。そうだよね、もう眠いですよね、10時半、お仕事終わりで、しかも月曜日だし。ありがとう、ずっと見てくれて。私はね、今日一日家にいて、しかも3時に起きてるからね。そりゃそうだよね。でも私もこれからダンスのあれしたりとか。この時確か岡山からのエントリー多かったよね、確か。あー、でも結構いた気がする、岡山県の方。確かに結構いた。リエチいなくなった、リエチはいなくなったのかな、いるんじゃないの、わかんない、いないのか、リエチ。明日は早起きしないとけどお仕事します。そうなの、いいの、また私が歌ったらメール君の仕事が増えますが、歌おっかな。てて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 
はいて分かってはいるのに。3時届くの同時に起きたんか、多分違う、そうじゃない、違う、あ、新聞、新聞は撮ってません。私なんかさ、私口の色すぐ消えるんだよね。全部吸収されてんのかなってぐらい、何も食べてない、飲んだり食べたりしてないのになぜか口の色消えるんですよ。絶対私の唇吸収してるでしょ、色。逆にお仕事ください。あげよう、差し上げよう。岡山でダンス部練習したから、岡山でダンス部全国優勝、そうなんだ、すごい。でもね、私ね、今回3期のその全体写真がバッて出た時に2期受けてる子いたかなとか思ったんだけど、さすがに顔変わりすぎて全然あれです、あの全然あの分かんなかった、いたのかもしれないけど気づかなかった。一緒の、あ、2期の時いたなこの子って思うような子がいなくって、みんな受けなかったのかな。姫なし、小笠、そう、小坂奈緒さんと同い年なんですよ、私。すごいよね。同い年なのにあんなに活躍されていらっしゃって。負けないな。負けたくないな。負けたくないな。いや、全然天と地の差ですが。職業病中。プルプルの唇にしたい。そうだよ。嫌われるの、リエチが嫌いな唇、これ。これを塗ればリエチの嫌いな唇になります、私は。確かに桜、あ、なんかね、いらっしゃるってツイッターで見ました。2期の時受け、向井伊藤藩さんかな。3年経ったから変わ、いや変わるよね、3年もあったら。女の子実質ね、姫野もめっちゃ変わってるって言われましたしね、散々。メル君、他の3期生の子には2期受けてた子いるの？いないと思う、多分。だって、みんな何歳？私が2期受けてた時みんな何歳なの？赤ちゃんじゃない？みんな。ミュータンとか赤ちゃんでしょ、絶対。にゃんし、ヒータン絶対活躍できるよ。頑張ります。頑張ります。活躍できるように。とりあえずは、ね。今、与えられたことを、こなしていければ、私なりに。ね、ではそろそろカラオケをしようかなっていう。でも何、ワルキー歌うの本当に。そうだ、この前リエチがお昼食べるって言ったら、ん？そうだ、この前リエチがお昼食べるって言ったから手作りくださいって言ったらおいでって言われた。リエチでもまんま、ね、私さ、3期で一番自炊してないかも。自炊してない説が出てきた。エースさん、こんばんは、こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。赤ちゃんは、あ、太陽、ちわ来てくれてありがとう、太陽。アドさんも同い年なんだ。そうなんだ。そうだよね、そうだよね、確かに。3年経ったら3歳を取る子が、3年経ったら3歳年を取る子が多い。そりゃ、いや、それはそう。カラオケ嬉しい、本当に。でも何歌う？本当にワルキーでいいの？明日の願掛けとしてワルキーを歌うのってなんかね、悪い、ワルキー、でもそういう歌じゃないもんね、別に。可愛い歌だし。では、まあ、私の、何がどう変わったかあんまりわかあれですが、歌えるかな私さ、全然歌ってない。やだ、ななき、ひめき、もりき、全部やなんだけど、なんか可愛くないね、全部。ナナキーじゃない、一番可愛いとしたら。ドレミソラシドも歌えたら歌おうかな。では歌いたいと思います。
興味があるのよ男の子って不思議だね。こんばんは、あずみはあずき。え、なんかかわいい、みんな。今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞ってハートを作ってみた。甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの悪気。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか、ワクワクしてるわ。上腕二頭筋ってセクシーだね。これを持って男らしいマッチョがタイプよ。でも本当はそんなことないけど、じっと見つめおだててあげなきゃ、何にも釣れないわ。こっちが頼むんじゃなくて、やらせてくれて頼まれるより悪気。筋肉に抱かれたいの、いつの日かどこかで私のために頑張って。筋肉に抱かれたいの、折れるくらい胸が熱くなるよ。腹筋だって割れてるし、これも持って。ひめき、かわいいねこの歌。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか、ワクワクしてるわ。上腕二頭筋ってセクシーだね。全部持って、ありがとうございました。ねえ、モアイやばい。ありがとうございます。ではどんどんいきます。時間大丈夫かな。大丈夫だ、まだ。ドレミ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 ドレ
ドレミドレミソラドレミ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 ソラシド。気づかなかった胸に刺さってた、いつの間にドレミの矢に抜かれたんだ。友達だって油断してた、なぜだろう今までと違う感情だった。おお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 お。日常はいつも昨日と同じで、ドラマティックなことなんて起きないのに。ある日偶然もしかしたら自分は恋をしてるって知って、僕は急にどういう態度で君に接すればいいのかな。ドレミドレミドレ、こんな好きになると思っていなかった、夢中になるなんて初めてさ。一日中上の空君を思うとなんだか切なくなる、こんな好きになると思っていなかった、一生分の好きを使い果たしそうだ。口に出せない言葉飲み込んだままドレミが止まらない、経験不足の恋さ。ドレミ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 ソラシド。ドレミドレミドレミソラドレミ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 ソラシド。風が過ぎるように一瞬だった、いきなりドレミにやられてしまった。慣れてない僕はどうすればいいのか、気持ちな君微笑んだ。まさか一番ありえないと思ってた君に恋するなんて、僕がちょっと恥ずかしくなってぶっきらぼうな態度とちゃいそう。ドレミドレミソラ、だってそんなことは想像できなくって、出会ったばかりの僕たちに戻るのか、知らないうちにこそり催眠術をかけられたみたいさ。だってそんなことは想像できなくって、だから人生はきっと面白いんだ。うまくいくかどうかはわからないけど、ドレミを楽しもう。片思いは無意識さ、君と出会うまで何かがいつも足りなかった。なんとなく違うなとピンと来なかったんだ。それは理屈じゃなくて本能なんだ。ドレミのファー、もっと好きになって何が変わるんだ。昔の二人には戻れないと思う。恋はいつも突然ドレミのファーをすっ飛ばしてくるんだ。ドレミドレミドレ、こんな好きになると思っていなかった、夢中になるなんて生まれて初めてさ。一日中上の空君を思うとなんだか切なくなる、こんな好きになると思っていなかった、一生分の好きを使い果たしそうだ。口に出せない言葉飲み込んだままドレミが止まらない。求め合うだけでこの胸がドキドキし始めちゃうよ。経験不足の恋さ。ドレミドレミドレミレミド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 レミソラシド。ドレミドレミドレミソラドレミ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 ソラシファがない。ありがとうございました。ちょっと通知がいっぱい来ちゃって。好き、ありがとう。なんかすごいごめんなさい、めちゃくちゃあれでしたけど、ああなんか やらかしました。やらかしました。あのテロップ消そっかな、なんかね
ありがとうございます。まだ歌えますか？止め合うだけでこの胸が、何歌おう。 STU48 さんは カラオケ中にしよっかな。ワルキ歌ったんですよね、さっき。多分きっとメイルくんが録画していると思うので。かわいい、ありがとう、マエピン。ひなちゃん、わー、頑張れ。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉、これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。向きになることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど、変わってみたくなる。そう、これをきっかけに行け。ああ、たれたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ一度くらい、何が何だかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で、最高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 、気持ちいい自分に。必死なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやっている人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな？やるよ、僕も適当に。力の入れ具合、誰もそれぞれだろう。汗をいっかいたやつとか、肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。落ちこぼれよ、昔のまま生きててもいいけど、そう本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰は上げて、誰だ、悪かったな、やばい。小山かわいい、ありがとう。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなの
のどうでもいい、さあやるかやらないか、いくぞ。ああへたれたちよ、ここらで一丁走ってみないか、さあ一度くらい、何がなんだかわからないまま本気出せ、やってみるか、何年かぶりに全力で、最高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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ。僕はずっとヘタレだって言われてきた、自分もヘタレだって思ってきた、ここで一回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。ありがとうございました。ねえ、ヘタレセンターで歌いたい。ゆだなさん、かわいい。ありがとうございます。ありがとう、みんな。AKB。どうしよっかな。どうしよう。あ、サステナブルね。サステナブルにしますか。サステナブル歌ってた私、オーディション中。2期生の時ね。そばにいたい、君への
がそう過ぎ去ったって日はもう沈まない。好きでいたい、また会いたい、一度も忘れた日はない。今の僕にできることは好きで居続けること。自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ。どんな風に思われてもいい。もう一度もう一度君を誘いたい。あれっきりこれっきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれっきり会ってない。このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。好きでいたい。これからもずっと。ありがとうございました。久しぶりに歌った。ではどんどん、何時まで歌おう。どんどんいきます。涙の表現力、あ、雪は汚れた雨に変わってた。決断したようで未練があること、空だけが気づいて泣いている。私の目に映ってるあなたは嘘をついてる。あなたに映ってる私は知らないふりした。別じゃないなら、あんな顔見せないでよ。まだ好きでごめんね、願いただ一つ。こっちを見て、沈む船は戻らない。それでも海を孤独にさまよう。色づいた雪じゃ愛されない。真っ白に戻して、今日も欠けた月を満たすように、優しく足りないもので溶かして、もうすべてはいらないの、愛だけが欲しい、このままずっと。嫌いになれるパズルのピースはあるのに、完成するのが怖くて触れず、今日も心に隠している。宝物じゃないなら大事にしないでほしい。乾いた切ない胸にあなたは少し水を足す。私の二人ならどんな目で見つめ合うの。何も知らない、何も分かってない、バカなふり、
星も消えたこの夜にあなたに導かれて行きになる。知らないバニラが香った時魔法が溶けてく。どうか誰かに負けたわけじゃないってこと目をそらさずに言ってよ。私が弱かっただけ、そう思わせて優しい嘘を。運命じゃなかった二人は来世では会えないでしょう。誰かみたいに沈んでも沈んでもいい、それでも恋はしてゆくから。色づいた雪じゃ愛されない、真っ白に戻して今日も欠けた月を満たすように。優しくあの子に触れているのでしょうか。愛なんてもういらないよ、そばにいさせてこの海の中。ありがとうございました。そうイコラブさんのあの子コンプレックスを歌わせていただきました。30分までにしようかな。これ多分次歌う曲は STU48 さんも歌ったことあると思います。初めて聞いた？ではどんどん。多分ね次の曲は STU48 さん岡田奈々さんプロデュース公演かなで歌ってた曲だと思うんですけど、
来てしまう前に囚われた私たちは裸足のままで逃げる血が出てることにさえ気づかない光なんていらないだから暗闇の中どこく警報を聞こえないふりして汚れてゆくのを見てるだけこのまま二人で落ちるところまでリペを言う You complete me きっと手遅れ故障愛は思いました。ヒータが免許取ったらいつもノリノリなのが想像できる。いつもノリノリ、ありがとうございます。めっちゃ歌ってるな私、大丈夫？最高です、ありがとう。いなちゃんパチパチパチ、どんどん歌って、何歌おう。でも30分まで歌おうかなっていう感じなんですけど、何歌おっかな。でもでも。最高回は聞きたくなった。どうしよう、このまだ歌えるか。あ、息をするところ。とりあえず最後は STU で締めます。アンビバレン、好きだと言うなら否定しない、嫌いと言われたって構わない、誰かの感情気にしてもしょうがない、他人に何を思われても何を言われても聞く身持たない、干渉なんかされたくない、興味がない、ラン ラ, ラ, ンラン、孤独なまま生きていきたい、ラン ラ, ラ, ン, ラン、だけど一人じゃ生きられない、ラブソングばかり流れるシーズン、マジ恋人いない聞くなリーズン、誰かは誰かを必要、多分世の中ロマンスで回って、ねえ何をしたいの、どこに行きたいの、私だったら何もしたくない、誰かと一緒にいたってストレスだけ溜まってく、だけど一人じゃずっといられない、あんみたれ、あっちを立てる気もないし、こっちを立てる気だってまるでない、人間関係面倒で及び腰、話を聞けば巻き込まれる、いいことなんかあるわけないじゃない、それでも誰かがいなけりゃダメなんだ、愛の愛のちゃんとしていなくちゃ愛せない、愛の愛のちゃんとしすぎてても愛せない、夏だから猫も食事も出し、ハッシュタグつけ太陽味方につけたような、よく入れた、やばい難しい、さあ何を始める、どんな会話する、やりたいことは別にないけれど、ずっと自分だけの世界に引きこもっていたいのに、青空の下でまたこうしなきゃいけないか、
好きだと言うなら否定しない、嫌いと言われたって構わない、誰かの感情を気にしてもしょうがない、他人に何を思われても何を言われても聞く耳持たない、干渉なんかされたくない、興味がない、ラブ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 、孤独なまま生きていきたい、ラブ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 、だけど一人じゃ生きられない、おしつけの理性なんて信じない、あっちを立てる気もないし、こっちを立てる気だってまるでない、人間関係面倒で及び腰、話を聞けば巻き込まれる、いいことなんかあるわけないじゃない、それでも誰かがいなけりゃダメなんだ、 I know I know、 ちゃんとしていなくちゃ愛せない、I know, I know, ちゃんとしすぎてても愛せない、一人になりたい、なりたくない、一人になりたい、なりたくない、 Oh yeah, だけど孤独になりたくない、どうすればいいんだこの夏、アンビバレントパーツ、ありがとうございました。難しいねこの曲やっぱり、自信なかったんだけどね、なんか久しぶりに歌いたくなった、どうしようまだいけるかな、30分、パチ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 、難しい、ちょっと待ってね、もうどんどん流します、I wanna do, I wanna kiss, 君って君って最高かよ、恋って恋って最高かよ、順序よろしく、感情よろしく、あーよっしゃ行くぞ、ライバーファイヤー、サイバーファイバーライバーライバー、さあさあ夢の中まで現れる、ときめきは消えることがない、意識したのはいつからだろう、君が好きだよ、 Oh yeah、風に膨らむ窓のカーテン、超絶、日差しは何をしてる、知らないふりしてもいや、意地悪しないで、 I wanna do, I wanna keep, 君と出会って全て変わった、 I wanna do, I wanna keep,叫んでる心の底から叫んでる、君って最高かよ、 Oh yeah yeah、 何をしててもこの胸が切なくて苦しくなるんだ、頭の隅にずっと消えない君の頬、Oh yeah、 退屈だった牧場、キラキラ輝いていてるんだ、バラエのポジティブ、はい、この層勝ち組、 I wanna do, I wanna
NCT 最高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 かよ。好きになるっていいもんだ、できることなら伝えたい、目と目あったら言えないから、 Oh yeah。 ここの場所から大声で僕の情熱届けよう、 Oh yeah Oh yeah。 せーの One, two, three。 I wanna do、 I wanna kiss。 君と出会って全て変わった、 I wanna doなんてラッキーな人生。素敵な思いを叫んでる、心の底から叫んでる、君って最高かよ、 Oh yeah yeah。 I wanna do、 I wanna kiss。 君って君って最高かよ、恋って恋って最高かよ、青春本舗。ありがとうございました。最後最後一曲、 STU48 さんの曲で、僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる、太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる、の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい、と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている、君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ、好きだ好きだ、声に出してみる、君が君が好きだ、星空をずっと眺めてるとそう眠るタイミングを失う、目を閉じるのがもったいなくて息ができない、きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう、ああ明日になればもう一度生まれ変われる、昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ、息の仕方変えよう、君に教えられた新しい世界よ、思っていたよりも人生は楽しい、
ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ、ショーって歌、ありがとうございます。誰だろう。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。絶対似てない。優勝ありがとう。いなつ、誰か好きになると知らぬ間に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに、君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになった、肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとうございました。俺もありがとう。バイ。パチ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 。いけない。ありがとう。こちらこそ。ありがとうございます。ありがとう。好きね、いっぱい聞いてくださり。全然あれですが、まだまだですが、皆さんが優しいから、歌ってても気持ちいい。癒されるよ、癒される。本当にまだまだだけどね、全然。ひなの歌声好き、ありがとう。のかちゃん久しぶりに配信、え、ねえ、ひなちゃんの名前を久しぶりに呼んだ気がする。もう路地裏に連れてってくれ。なんで路地裏なの。体育館裏は。さくらちゃん歌うまい。さくらちゃん来てくれたの。レポートなんだっけ、なんかが溜まってるって言ってたのに上手くなってるよ。本当に全然あれですけど、いるだのね、ヒータの歌声好きです。ありがとうございます。あのね、なんだっけ、ダンスね、ダンス、私今歌ってしかないから、これでねダンス踊ってるところも皆さんに見ていただけたらなって思います。お邪魔しました。あ、ルパン音声さん今日ね、さっき、ついさっきリエチが来てましたよ。ライダーさん綺麗な声です、嬉しい。でもね、みんなね優しいから、全然まだまだだよ。パワーポイント気合い、あ、そうだ、パワーポイントだ、そう、気合いで終わらせたの早くない。私パワーポイント得意だよ、持ってるよ。あの、なんだっけ、資格みたいなやつ。太陽今日も歌うまだよ。本当にありがとう太陽、歌が上手くなって。本当にでもさ、こんなに歌ってる人いなくない？ 3 期で。なんかさ、そう。歌えば歌うほど上手くなってるよ。上手くなってればいいんだけどね。まだまだ。ダンスも、いや、ダンスは、ね、優勝って嬉しい。誰だ？ひなつん、ひなつんありがとう。ほのかちゃんも、え、みんなありがとう。金のハートや。今ね、なんか金の、ありがとう。ひなつんもほのかちゃんもみんな、全然あの他にも逃した方いるかも、あの私が見逃した方やつあるかもしれないんですけど、
全然言ってください。平田さんモス、そうそうモスモスモス、私全部撮ってるんですよ。パワーポなんだっけ、パワーポイントあれなんだっけ、あとエクセル、パワーポイントエクセル、あとなんだっけ、あと一つ撮ってんのよ私全部。さっきだとひーたん、ひーちゃんが一番歌って、なんかでもさ、ひーちゃんもそんな歌ってるイメージないの、私だけじゃないこんな歌ってんの、なんか恥ずかしい。ワードエクス、ひーたんは優勝です。ひなつんとひめのは優勝です。ひなつんも優勝です。あ、そう、ワード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 、そうワード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 、さあ私全部撮ってるんですよ、こう見えて。私あるじゃん得意の分、得意分野、私得意あるじゃん。エクセル知ってるって、そう、全部検定持ってますよ。全部一発合格なんですよ。イェイ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 イェイ。ねえ、何？私、マジかパソコンできない顔じゃん。意外とできるんですよね、こう見えて。なんでだろう？なんで？なんでできるんだろう？ヒータンキーボードによるできるよ。あのね、私、カチカチできるは、見ないで。カチカチカチ。そう、そういう系の大学だったからね。え、すごいのこれって。え、すごいの、すごい。え、そうなの。え、めっちゃ褒められるじゃん。だから私あるよ、あれだよ、なんだっけ、合格します、ん、認めますみたいな紙が送られてきた。強制なん、え、強制だったの私の学校は、受けるのが。そう、だから、え、何それって思ってたけど、なんか一発で合格できた。別に特に過去問とかも何も見なかった。先生が教えてくれるのをひたすら、へーって思いながら、あ、そうするのね、そうするのねとか思いながら、でも勉強はしたよ、勉強はした。ノーベンじゃないけど、さすがにさすがに勉強はしたけど、そう、英語で書かれているやつ。え、10分で何文字打てるんだろう、忘れた。でも結構いけた。え、10分で何文字打てる、そのあれ、エクセワードだっけ、ワールド、ワールドやばい、ワードだよ。私も持ってる、でも使えない、なんで。え、なんかね、パソコンもいけるんだよね。だるま、ありがとう、いっぱい。そう、タイピング、そう、タイピング、一生ね、私ね、つまんない授業の時はタイピングしてた、一生。お寿司のやつがあるでしょ、なんかお寿司のタイピング練習のやつ、お寿司のタイピングのやつ絶対してた。なんかあるのよ、アプリでタイピング練習で、お寿司のやつが、会社で即戦力。確かにね。え、でも、私ね、その、アイドル、ST48 受ける前というか、普通に大学生してて、職業、何の職、まあ、アナウンサー目指してたっていうのもあるけど、あれだ。パソコン必要だよ。パソコンは、どこに、パソコン使えたら、とりあえずどこの会社にも就職できるよ、みたいな感じで、言われてて。そう、サノマルママさん、1日前に過去問とか取れた。あ、そういうこと。え、そんなあれなんだけど、そんなね、勉強した記憶がないんだけど、ワードもエクセルもパワーポイントも。あ、でもあれは難しかった、エクセルかな、エクセルは難しかった気がする。エクセルはすごい、そう、寿司打ち、そう、寿司打ちだよ。私ね、つまんない授業の時はずっと寿司打ちでタイピングしてた。どんな時行ったかな、私。結構行ってた気がする。あ、カズさん、こんばんは。今日、リコチさんのルームで、姫野さんが気になってお邪魔した。あ、カズさんかな、すいませんでした。リコチファンの方。本当に。ちゃんとリコチさんに謝ります。カイさん、こんばんは。姫野ちゃん、パソコン。私も寿司打ちね。ほんの価値。あれ楽しくない？皆さん、ぜひ、パソコン持ってる方、寿司打ちやってみてください。意外と面白いですよ。今度リエチにパソコン借りてやろっかな、久しぶりに。ジムか、そう、寿司打ち知ってるの、草。身近でしょ、親近感湧くでしょ。私寿司打ち、ずっと寿司打ちしてたもん。カチャカチャカチャって、カチャカチャで、全然パソコン開く授業じゃないのに、
授業がつまん、単位のが欲しいがために取った授業だから全然私興味なくって、全然パソコン開く授業じゃないのにパソコン開いてて、なんでパソコン開いてるのって先生に言われた記憶がある。で寿司打ちしてるなんて言えないじゃん、すぐ消した。え、そう、あた、あ、そうだよ、あと、あと、あれだよ、私、秘書学取ったの。秘書学の、勉強取ってたんですよ。秘書っていいなって思う時期があって、社長秘書みたいな、社長秘書っていいなみたいな思う時期があって、秘書学学んでました。なんか秘書検定もある、あったんだけど、それはまだ受けてないですね。これからかな、秘書検定は。リーチマック、それね、本当に一丁前に MacBook 使いやがって。しかもさ、その MacBook がいいやつって知らなかった。ファンの方に言われたみたいな。なんか17歳のくせにそんないいやつ使って、みたいな。なんか言われたみたいな感じでリーチ言ってて、マジで笑った。私、Excel、さくらちゃん優秀じゃん。Excel しかできないって。私が一番好きなのはでも PowerPoint だよ。Word と PowerPoint は好き。コピペは得意だよ、私も得意。親近感湧いたでしょ、エクセルワード検定。あ、そう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 、リコチさんだけなんかファンの皆さんも楽しんでたの全然大丈夫、優しい、本当にありがとうございます。皆さん本当に優しい。でももう今後ないように気をつけますと、お伝えください。リコチさんに本当に申し訳ございませんでした。もう本当に反省してます、ちゃんと気をつけます。先輩の配信を見るときはビンゴの神さん、初見です、初見さん。高1で旅の冷めます、高1のクラス。高3で810。え、どうなんだろう、私800以上言ってた。え、どうなんだろう、メイル君でもすごくない、タイピング。何分間でか、10分間で800字。すごい、秘書検定。秘書検定あるよ。わしの秘書になってくれ。ねえ、でも、もしかしたら。こんばんは、ゼロタピさん。裏方できそう。勉学めっちゃ頑張ってたんよね。意外とね。意外とね、こう見えて。リエチ、それな。なんかね、そう、ほんとな、ほんとにね、私が欲しいぐらいだよ、MacBook。私、普通のパソコンだからね。普通の、ほんとに、なんも、普通のパソコンで、普通に大学の、大学から、でも大学から支給されんの、パソコンは。ね、その、大学から支給されるパソコンが MacBook ってやばいよね。どんな大学だよって思うけど。違うけど、私は。こんな秘書いたら仕事にならない。でも私、ほんとに、目指してたの、一時期。アナウンサー目指す前か。いや、アナウンサーも目指す。もうアナウンサーになるがためにその大学行ったから。秘書か、そう。秘書か、俺あんまり好きじゃなかった。お母さん、こんばんは。え、でも言うよね。なんか社長のお気に入りじゃないとやっていけないみたいな。いくら、どれだけ、才能じゃないけど、どれだけ、あっても、そのなんか仕事ができる力があっても、結局は社長に気に入られないとみたいな。豆太郎、木野さん、こんばんは。スタバでね、 MacBook してる人いっぱいいるよね。 DD 大将の子、 DD 大将の子、こんばんは。ケイさん、こんばんは。10分間ででも800字ってすごいよね。やっぱり路地裏にね連れて行かないから。サトロシーさん、こんばんは。あ、カズさん、そろそろ就寝しますので、お先に失礼します。また、あ、ありがとうございました。また待ってます、カズさん。ありがとう。おやすみなさい。恋してカブさん、こんばんは。アナウンサーか、そう。45分、もう45分なんだ。早い。乃木坂さん、ね、乃木坂さんからも、秘書はメガネが似合う。メガネあるんだけどね、私。透明のメガネなんですよ。そう。仕事なら Windows、あ、私 Windows だったかな。あ、Windows かも。多分の黒。そう、 MacBook で配信見てます。え、そうなのね。でもリエチ一丁前にさ、17歳で MacBook 持ち上がって持ち上がって、なんかファンの方に言われて気づいたって言ってた。今日の分のチャレンジ12歳。え、受け取ってない。赤いメガネやな。赤いメガネはね、似合わないんだよね、私。メガネどっか行った。メガネどっか行っちゃった。あるはずなんだけど。社長のなんだろう。メガネ。
自分はデスクトップで見てます。デスクトップ今日いっぱい配信してくれてるし、もうこんな長時間もえぴもずっと見てくれてありがとう、嬉しい。太陽、俺のレポート下書きして全然するよ全然する。 MacBook Pro じゃないとお仕事になりません。でもね、使い方難しそうじゃない？よくリエッジとか使いこなせるなって思うもん。 MacBook とか私も使いこなせる気しない。1万円に iPhone だけ、 iPhone だけどね。赤札堂そういえばいつか注射してくれるの？合格してからしてないっけか注射。こ注射あるはずなんだよね、どっか近くにあるんだよ、私の身近に。あれない、今ない。あるんだよカチューシャも。でもね、なんかこんなさ、パジャマでカチューシャするのもなって思うじゃん。ひめな、ちょっと来てもらっていいっすか言わないから、そんなの。どっちもそんな変わらんよ。やった、秘書爆誕した。秘書なの？秘書？社長なの？太陽ひろっち、1時間でいくらパソコンいくら無料だよ。一度もしてないよ。カチューだってさ、ほらこんなさパジャマにさカチューシャなんて合わないじゃん。デザイン系だが MacBook 買わせるか多いとか。さあ私ね、その買わなくていいって言われたんですよ、大学の先生に。大学が支給するからパソコンを。でなんかまあまあお金を取る大学だったんですよ。お金を取る大学なのでワンちゃん MacBook じゃねみたいな感じで友達と話してたら、全然普通の。はい、シルモンさんただいま。ニャンシさん Windows と大変大して、あ、そうなんだ、変わんないんだ。 Windows とショートカット系 Mac が好き。うわ、なんか懐かしい、なんか懐かしい言葉をめっちゃ聞いてる。1回生の頃さ、すっごいさその勉強したんだよね、パソコンの使い方について。そう、金持ち大学というか、多分普通の学校よりかはお金を取る大学だった。お金を取る大学だったというか、いつもお母さんが高いっつってた。高めツインって範囲、ツイン高め範囲、それはどうでしょう、どうだろうね。ショートカットキーとか懐かしいね。家が建つくらいの学費4年間トータルだとそうなんじゃない？まず家がどんぐらいで買えるのか分かんない。家ってどんぐらいで買えるの？家が買える金額が分かんないんだけど、4年間でトータルではどんぐらいいくんだろうね。ね、さすがに高いお金をいっぱい払ってもらってるので。パソコン使わなすぎてもう忘れた。忘れるよね、私も忘れるよ、ほのかちゃん。なんか1万円に撮ってますよとかって言ったけどさ、ドヤ顔で。今じゃあそれができるかって言われたらどうしよう、そんな企画来ちゃったらどうしよう。アップルスタバではどやれ、いやそうだけどね、必ず役に立つよ。いや役には立つと思う。ただ本当に復習しとかないと、常に触っとかないと忘れるよね。わかる、さっきほのかちゃんが言ってたみたいに、多分今はまだギリ覚えてる。今ギリ覚えてる。てか全然覚えてるけど、今は。このまま何もずっと触らなかったら、絶対忘れる気がする。平均3500。それはないわ。それはない。4年間で3500はない。多分。家建つぐらいではない。家は買えないかも。私の学費で。すごいよね。ご両親って。使い出せばすぐ思い出すよ。思い出すのか、あでも使い出したら思い出すかも。それはわかるかも。森瀬さん、パソコンで動画編集してくださいって来たらいけそう？多分編集ぐらいならいけそう。そう、動画編集ぐらいなら私もできるかも。なんか、企画書作ってとか、書類、なんだろう。Excel、でも絶対3期の中では絶対できる気がする、一番。絶対一番できる気がする。今日はあといくら、多分2000万。2000万わかんない。私あんまり自分の学費を調べたくないので、ただ私の実家の
実家の机の下になんか挟むところがあるんですけど、カバーみたいな下にいつもあれが置かれてある、領収書みたいなのが、払ってきましたっていう大学ので、その金額見てえみたいな、えみたいな、やばいと思って、なんかお母さんに申し訳ないなって思いながら、復習ね、復習大事だよね。タピオカ何杯分の学費、タピオカ何杯分、タピオカって1杯何円だっけ、500円ぐらい、タピオカ500円ぐらいだったら、動画編集せーの、そうだね、パワー、そうだね、選ぶね。親に大学4年でざっくり1000万とか言われた、一人暮らしの、あ、1000万、待って、計算したくないけど、しちゃいそうだな。500、600円ぐらいだよね。うな重に換算すると、うな重って高いよね、うな重って7000円ぐらいする、え、その領収書、そうだよ、私に見えるように机に挟んであるんだもん、普通にご飯食べてたらその領収書が置いてあんの、挟まれてあんので、えみたいな、何のお金って言ったら、あなたの学費ですって言われた。えと思って、自分でカメラで写真撮った。えって、えやばって、そう、まさやさんお疲れ様です、お疲れ様です、もう時間やばいよね、きっと54分、あと6分、タワー何本、タワー何本だろうね、めっちゃ高級、うな重ってどんぐらいなの、うな重って7000円はしないか、何円ぐらい、でも1000円じゃないでしょさすがに、ランチでも1000円、タワー換算はやばいね、本当にやばすぎ、あ、もずくね、やばい、みんなおもろすぎ、もずくなら、でもね、もずくくんもね、結構したんですよ、もずくくんもね、結構ね、値段は可愛くない、もずくの、でも値段じゃない、もずくはね、生きてるから、ワンちゃんだから値段じゃない、もう生まれてきてくれてありがとうだよ、もずくんは、ピンキリウッシークさんこんばんは、大学ね、でもね、私の学校ね、あの看護科の友達がいるんだけど、看護科はもっとするって言ってた、看護科は私たちの何、なんだっけ、私の学科の学費の多分何十倍だったと思う、食べるもずくなら何倍分、1000倍分ぐらい。看護系高いよね、びっくりした、親御さんすごいなと思って、そう、でもね、あー、これ言ったらあれかも、なんかあれだからあれだけど、生々しいから言わないけどね、聞いたことあるよね、看護科高いんですよ、先に壇上行っとこう、そうだね、先にみんな金のだるまありがとうね、13位、じゃあ先に壇上読みます、13位千葉のしんさん、12位山津久さん、11位こいちさん、いつもありがとうございます、10位が南光さん、9位が大学さん、8位が吉田さん、ありがとう今日も、7位が平手おじさん、平手おじさんこれさ、アバター姫なでしょ、6位が浦部さん、5位が東京のスワンさん、ありがとうございます、4位がライダーさん、3位がトヨタン、ありがとう、2位がひなつん、1位がにゃんしさん、ありがとう、ひなつんもにゃんしさんも、2人とも、3位のトヨタンも、みんなありがとう、今日手をね、よかった、ありがとう、こちらこそ、まだできるね、まだいける、って、なに、なんか面白いことあったよ、7位なのにアバターに1位と書いてあってややこしい、ね、それさ、姫だよね、平田おじさん、ね、その絵さ、ツイッターに載せてよ、欲しいんだけど、
私の LINE のアイコンにしよっかな。ひなつん、はい、ありがとう。ひなつん、久しぶりに来てくれてありがとう。母の日終わったら会いに来てね。なんだろう、母の日は忙しいのかな、ひなつんは。あと1時間いける、いけないです。わかった。LINE のアイコン。LINE のアイコン。私、この、欲しいんだけど。カラオケ配信しないよ。もうできないよ。ねえ、やばくない？カラオケ配信今したら、途中で切れちゃうよ。今日、あれ歌い、あれも歌おうとしてたんだよね。風を待つ。また歌えたらいいな。ニャッシュさん、ヒータン、今日も大変。ねえ、こちらこそありがとう。楽しかった。久しぶりにさ、2時間したかも。一瞬だね。一瞬だ。そう、ひなつん、お花屋さんしてるから、あ、お花屋さんなの？ひなつん。かわいい。え、かわいい。いいな。買いに行きたい。ひなつんのお花屋さんに。私、ガーベラ好き。バラも好き。ガーベラと白バラが好き。ポイプロさん、風を持つね。聞いて。また優勝が来た。誰だ？優勝、もっくんさん。ありがとう、もっくん、優勝。カーネーション、あ、そうだね、カーネーション。私、ガーベラと白バラが好き。日曜日のテーマ大好き。あ、好きだよ。グッドナイトヒータン、グッドナイトコキザリーさん。今日も元気もらえた。明日からも頑張る、頑張れ。私も頑張る。お花さん、かわいい。かわいすぎる。そう、なんか、女の子って感じ。お花屋さんって。お花屋さんって有名、あれだよね。ちっちゃい頃よく言わない？大きくなったら何が好き？って何が好きじゃない何になりたいってだってお花屋さんかケーキ屋さんだよね。ひなつんガーベラも白バラもね嬉しい。私ガーベラ大好きなの。でも白バラは可愛いの。でもねバラってね意味があるじゃんいろいろと。だからねガーベラが一番好きかな。ねあと1分だ。あと1分おやすみおやすみ。あマイピマイピもありがとう。 I love you I love you。あ、今日スクショタイムがあれですが1分で皆様たくさんスクショしちゃってください。もう寝るのまだ寝ないです。広島に甘えり分かった。ひなつんまた教えてね。お話ししよう。またおやすみ。おやすみなさい。また明日。おやすみなさい。おっつーおっつー平田おじさん。おやすみなさい皆様。あと1分だけどエゴショタイムするので。あ、そう、エゴゾタイムする。配信お疲れ様でした。おやすみなさい。皆さん、いい夢見てください。